2018年3月9日5時1分攻め込む姿は、左、イコールパルシャル、ゲッティイコール共同、拡大、サッカー女子、アルガルベ杯最終日。7日、ポルトガルパルシャル、C 組の日本代表、なでしこジャパン、は5、6位決定戦でカナダに0-2で敗れ、6位に終わった。決勝は悪天候のため中止され、オランダとスウェーデンが両国優勝となった。日本は前半20分に先制を許し、後半5分には自ら2点目を失った。終了間際には FW 田中美奈、23、イコール日テレイコールが PK を失敗した。日本は4月に来年の女子 W 杯予選を兼ねたアジア杯、ヨルダンに臨む。2連勝と勢いに乗ったかに見えた日本が、再び厳しい現実に直面した。速さとパワーを前面に出すカナダに完敗。6失点した1次リーグ第1戦のオランダ戦と同様、格上との戦いで現在の力量が浮き彫りになった。1ヶ月後に W 杯予選を控え、高倉監督は、ただ転ぶだけで終わるつもりはない。必ず起き上がって予選に向かいたい、と巻き返しを誓った、FW 菅沢ゆいか、少し焦りすぎた。部分があり、FW 陣がなかなかシュートまでいけなかった、試合日程へ今、あなたにおすすめ。